皆さんこんにちは。さくらチップスは日本語リスニングのポッドキャストです。website 今日のテーマは「出社」についてです。私は昨日一1年半ぶりに会社に行きました。オフィスに行って仕事をしました。 まず朝は私はいつも早く起きているのでいつも通りの時間に起きましたそして、まあ、着替えて身支度をしてというところもあまり変わりませんやはり通勤があるのとないのとでは違うなと思いましただいたい30分ぐらい かけて通勤をします東京の朝の電車はとても混みますまず電車に乗るだけで少し疲れましたそして会社に行くとこう他の人の声が聞こえます 他の人の電話の声、話し声、会議の声、そして雑音もたくさんあります。なので、あまり集中ができませんでした。で、私は家の仕事の環境をすごくよくしているので、 そのパソコンの機器設備とかも家の方がいいなと思いました家だと3モニターありますが会社だと2つしかありませんなのでやっぱり家の方がいいなと思いましたただ良かったのはいろいろな人と会話ができる というのは良かったです昨日も先輩たちとランチを食べに行ったり一緒に話したりたくさんコミュニケーションをとりましたなのでそういう面では良かったですただ毎日行ってもそんなに話すことはないと思うので1ヶ月に 2回くらいがちょうどいいかなと私は思いました皆さんは会社と家どちらで仕事をするのが好きですかそれでは今日はこの辺で終わりにしようと思います If you want to help us continue to create podcasts like this Please consider making a small monthly contribution at sakratips.com. You can get Japanese chair twice a month. Check the description box. ne.